こんにちは。囲碁が大好きなカラスピンクのクーロンです。それでは今回も囲碁旅シリーズをお送りします。埼玉県の東武東上線東松山駅から徒歩約5分のところにある野球稲荷神社は、日本三大稲荷にも数えられている神社で、その読み方から同じ埼玉県の所沢市を本拠地とする埼玉西武ライオンズをはじめ、野球関係者も多く参拝しているそうです。境内ではホームベースやバットの形をした絵馬も販売されています。野球稲荷神社は和道5年に創建したと伝えられ、平安時代に下総の国の城主平の忠常が乱を起こし、阿波、上総、下総を手中に収めた後に大軍を率いて武蔵の国へ押し寄せてきますが、朝廷により追討を命ぜられた甲斐の国主源頼徳がこの辺りに陣を張った際、神社へ太刀一振りと馬一頭を奉納して摂政祈願を行ったところ、白羽の矢のような形をした雲が敵陣の方へ流れていくのを目撃、これをお告げだと感じた頼徳は直ちに攻め込み勝利したと言われています。頼徳は願いが叶ったお礼として立派な社殿を造営、以来神社は松山城主、川越城主をはじめとして多くの人たちの信仰を集めてきました。また境内にある末社團十郎稲荷は、7代目市川團十郎が奉納した祠で、芸道向上の神様として芸能関係者が多く参拝しているそうです。野球稲荷神社の現在の社殿は天保6年に造営されたもので、豪壮な権現造りを特徴としています。そしてその本殿の壁にはめ込まれた彫刻の中に、仙人のウロと呼ばれている囲碁の彫刻もあります。ウロとは囲碁の別称です。元メジャーリーガーのイチローも、一説によるとその並外れた集中力は子供の頃に囲碁により鍛えられたとも言われています。野球好きの人も囲碁好きの人も一度野球稲荷神社を訪れてみてはどうでしょうか。